田川松と幼年の帝政公の創造長蔵田川松は、江戸時代の非全国平戸藩士、田川七左衛門の娘である。17世紀台湾の英雄、帝政公の母。当時平戸を本拠に活躍していた民国福建省の改省、帝支流の妻となり、日本名、福松、中国名帝森、後の英雄。 帝政公と田川家を継ぐ七左衛門の二人の子を産んだ。帝森が六歳になった頃、帝子流の故郷の福建省に親子ともども移り住む。1646年、清志による復権侵攻の際、新軍に丁内に攻め込まれ自害した。この成功は、彼自身の目標である、阪神また、民を果たすことなく死去し、また、 台湾と関連していた時期も短かったが、台湾独自の政権を打ち立てて、台湾開発を促進する基礎を築いたことも、事実であるため、今日では、台湾人の不屈精神の支柱、象徴、開発思想、民族の英雄として、社会的に極めて高い地位を占めている。長崎県平戸市千里ヶ浜の古谷市1624年7月14日末は、 その子を妊娠中に買い拾いをしているとき、急に産気づき、岩にもたれかかり出産した。その岩は、今でも平戸市川内港の近くの千里ヶ浜に、古谷石として検証されており、地元川内地区では毎年この日に、低成功祭りを実施している。ありがとうございます。